しか。一体どうなっている？どこかに閉じ込められているのでしょうか。真っ白ですね。この眠っている少女は。みんな少し落ち着いて。ママはどこにいるの？報告。この子を運んだらちゃんと説明するから、少し待っててちょうだい。聞かよ、喋った。怪盗、ちょっと見た目が変わったけど、私はママよ。え？説明、そんなに驚かないで。これがママの本当の姿なの。で、この話し方も慣れないわね。いつも通りにしましょうか。みんな、月面基地へようこそ。どういうこと？ここは刑事の外側。刑事って実はお月様に会ったのよ。知っての通り、刑事は敵の攻撃で壊滅状態にあるわ。だから私たちに必要なのは反撃よ。そのためにもまずこの子を救ってあげないと。スキャン開始。かわいそうにここまで汚染されているなんて。お願い、今はみんなの力を貸してね。私はこの基地から出られないしね。お姉さん、具合はどう？その声、もしかしてフィオちゃん？え？お姉さん、私のこと知って。私は夜80号 H 型天 H でいいよ。人類サーバー刑事をポッドシステムと一緒にこの基地。そっか、フィオちゃんたちは助けてくれたんだ。みんなありがとう。やっと会えたね。よろしく。それじゃあなたたちに、これから私たちは刑事を脅かす敵を倒すため敵の本拠地に向かいます。その敵の本拠地って？地球だよ。ここ月から地球に行くの。月から地球へ。にわかには信じがたいですが。うん、みんなが住んでいた地球、敵に占領されちゃったから取り戻さなきゃいけないんだよね。おっと、そろそろ行きますか。ポット、いい？もちろんよ。まずはこの場所と地球を結ぶネットワーク回線に発揮。さあ、
結ぶネットワーク回線に侵入したわ。うん、擬態が壊れていてもネットワーク上では自由に動けるね。天一、そんな緊張感のない。だって焦ってもしょうがさ、この先に進めば地球、敵の本拠地だね。ケージのような建物がここにもあるんですね。きっとまだケージに近いエリアだからだ。